どうもこんにちは宣伝部長のです今日はですねフライデーさんから大津さんの記事が出たのでまあ一応ねなんかこう破産状態でありながら各所に全く説明してない中で、まあ、かなりまとまった形で大津さんの主張が載っていたので、まあ、公共性攻撃者が高いんじゃないかということで詳細にご紹介するっていうのをやってるわけなんですけど今回はその後編みたいな感じですね、まあ、前半の方はですね、まあ、こんな私に彼氏ができました とかですねまあ、いわゆる立花がみたいな立花さんがいかに悪いかみたいなことを含めてまあまあ言いたい放題言ってるというわけだったんですけども、まあ、今回はそのまあ後編っていうんですかねでえっといわゆるお金の使い道ですねみんなが謎に思っているお金の使い道についてまあすでに今までも釈明されてるんですけどそれを改めてしてる件についてやっていきたいというふうに思います。 はい、で、ここからですね、えっと、破産完済人は党がプロモーションに使って4150万、大津屋か後援会に党から振り込まれていた2000万の寄付金の返金を求めてますけどということで、これはフライデーさんから質問ですかね、で、政党交付金で借金が返済できないわけですからと、これはまだ押してますね、はい、統 <laughs> 制を拡大して寄付金を集めたり、えー、党費が得られるようにしてないかなければいけませんと。 これだけ揉めてててイメージが低下してる党ですってこれ全部とは言いませんけどかなり大津さんのせいが大きいですけどね。はい、だってそれを変えるためにみんなで作る塔にしたわけでしょ。それでまあイメージとしては良くなってるはずですよね。まあ今やでもそれも悪いからなんか今度塔の略称もね、塔も略称もなんかだからみんなってしているわけなんですけど、身につくにしろよみたいな <laughs> <あ>の, <laughs> のはちょっとあったりするわけですけど、まあとにかくプロモーションが必要だと勝手に判断したと。 まあ、党のね。運営にはお金かかんないんですって言ってたんですけどね。でまあ、業者の選定にあたっては3社から見積もりを取って。 えっと調べていただければわかりますが年間のプロモーション契約としてはまあ妥当な額ですって言ってるんですけど、まあ、これだけのお金を使ってどのくらいのお金を産むかっていうことについては全く言わないんですよねこれただただ産むその使うだけで選挙には出るけど受からずもうこれ全部使い切って終わるみたいな計画なわけですよねでこの計画を立てていた頃は政党交付金今年3億が入るとかねっていうのもおそらく予定をしていたのでもうそういったお金をジャブジャブ使ってなんかか やっていくぞみたいなねいうことだったと、まあ、いうふうに思うわけなんですけどはい、まあ、いずれにしてもこれが妥当とかそういう話じゃなくって破産の手続き進んでる中で金使っとんかこらみたいな話なんですね破産管罪人からすると。で、 で、党内で議論を深め、役員会での議決をもとに執行されていますということですね。これまた改めて言ったので、これはもう間違いなくそうだってことでいいんですよね。だから、これの議決を取った時の役員は誰なんですかっていうことを知りたいし、それからこれの議決がいつだったのかですよね。だからこれが破産手続き後だとしたら、もう明確にアウトですけど、あは破産申し立てか、失礼しました。先ほども破産手続きって言ってましたけど、破産申し立てされてからお金を使ってたって感じで、 えー、ですよねまあそれがまあ今年の1月ですけどもまあ何だったら昨年の3月の揉め事の時点から大津さんは党がなんて言うんでしょうね債務長官にあるのが分かったから私はなんかななんかなんとかしようとしてるんですみたいなこと言ってたわけでしょ。あの <laughs> そう考えると昨年の3月からまあ、お金がないという認識だったはずなんですけどねにもかかわらずお金が入ってきたらジャブジャブ使うっていうことについては、まあ、倫理上も戦略上もアウトなんですけどねはいまあ、なんですけどご本人としては役員会での議決を持つに執行されたってことでこれがいつなんですかとお金が入ってきたのは昨年の11月それから12月末にも入ってきてだからでそん でも年末に松本さんという役員の方が辞められてるんでその方が入っていたのか入っていないのかこれいつなんですかって結構重要ですけどねはいだから破産の申し立てするぞって言った後にこの議決がなされてるとしたらまあかなりやべえんじゃねえかと思うしこの時の議決に参加した役員も一緒にアウトですけどねこれね、まあ、の可能性が高いかっていう感じなんではいということです まあそこについてはもしこれをね返さなければまあまあまあいわゆる調査等々が入ると思うんでまあこの時に一緒に議決した人が誰なのかとそして何より幹事にあの弁護士たる役員そのトヨタ弁護士入ってるんですよねどっちにするんですかねトヨタ弁護士が就任するその1月ですけどその前に議決したことにするのか <laughs> だから松本さんが辞めるまでと,えとトヨタ弁護士が なんだっけ就任する間みたいなとこを勝手に設定するような気がします。あの <laughs>。はい。そうすると、その時の役員って誰なんだ大津さんでしょ宮川さんもうい、いましたよねこの時確か。いたよねいいという感じあと、誰かなまあ、その2人か。あ、ちょっと怪しいですね。そうすると、宮川さん知らないって言ってるから、大津さん1人で決めたってこと <laughs> ちょっとよくわかんないですね。はい。 まあ、あ,あそっか、アケドさんがいるのか。だから、そうですね、アケドさんに聞けば全部わかるってことですね。 で、えー、このことについては、関在人とコミュニケーションを取り、理解いただければと思ってますって言ってるんですけど、コミュニケーション取れてなくて、な,な説明も2点3点するから金返せって言われてるだけだと思うし、まあ、その後30万とか言い出しましたけど、これについては、とある債権者の方が破産関在人に確認したところ、いやいや、その30万だけなんて当然ありませんと、あの <laughs>、いうことを言われたというところですね。はい。まあ、むちゃくちゃですね、しかし。 で、立ち話の嫌がらせの外旋をよくしていたことで、えー、事務所探しがとても難航しましたというふうに言ってるんですけど、その前にすでにレンタルオフィス借りれてたじゃんみたいなところで、そこでいいじゃんみたいな、そもそも金かかんないって言ってたし、それから事務所で何,何をやるのあの、あの <laughs>、<あの笑>何をやるんですか何もやることなくねみたいな話だと思うんですけど、はい。 という感じで、まあ、そもそもだってねみんなで作るとって名前を言う時にねいやもう今みんなリモートでやってるんですお金、ね、かかんないんですって言ってたわけでだからあれですよねそうすりゃいいんじゃないって <laughs> 思うんですけどはいでえー、っとまあだからここで事務所作って意味があるとするならば国会議員がちゃんといるとかねまあいるんだったら中でやるんでしょうけど いやなんか本当に意味が分かんないですよね。だから選挙を参政党みたいにねあっちこっちでやっててそういうやっぱ本部がないと機能しないじゃないですか。だからそういうために本部機能を作るためにやるとか誰も選挙に出てないしなんかやってるのがシークレット回線でで週に1回の YouTube とかなんかライブしかもそれをほとんど人が来てない集まってないみたいなことやっててなんであんな一等地に事務所必要なんすかみたいなな <laughs> めんなよみたいな話じゃないですか。 はい、でえっと何件も何件も断られたっていうことでまあすごいですねまあしかしだからでもレンタルオフィス断られてないですからねえっ、ー、と業務妨害が懸念されるかと言われ取引先を見つけるにも非常に苦労しましたということなのでだから普通はこんな状態にならないように話し合いをしたりしてですね争いを収めるんですけどもう一切出てこなかったのは大津さんなんですけどねはい。 当の銀行口座すら作れない状況は続いていたのでってことでそれは普通は作れないよねだってこういう今凍結状態にあって揉めてるから作んないでって警告文出していたのに逆にそれを作った銀行があるとしたら大問題でこれちょっといずれ出てくると思うか内々、まあ、にうまく処理しちゃうのかなでもこの問題が本当に全国デビューしたら取材行くでしょうこの当の口座作った銀行にねとかもう場合によってはその 何て言うんですかね、金融庁とか問い合わせとか言ってないですかなんか、<laughs> 大丈夫ですかえー、っと、っていう感じなので、えー、っと、しばらくの間に父に政治資金を立て替えてもらっていたというところですね。いや、お金かかんないって言ってたのにね、立て替えてもらってたんですね。はい。で、2000万については、えー、っと、選挙費用だったということで、えー、っと、 当初は静岡県知事選などへの、えー、候補者、候補者でしょ、候補者、擁立を視野に入れて動いてましたって感じですね。はい。で、私自身は東京・中国の補選と都知事選の出馬に向けて準備していたけど、両方とも、まあ、まあ全部出てないですね。はい。で、でいつ衆院選が解散になるかも不透明。は、まあ、関係なくね、だって衆院選の準備できるぐらいだったら、東京・中国補選とかね、都知事選余裕で出れるでしょ。あの <laughs>、だって、これ、 あの一個人でも出てる人いますから特に都知事選とかねはいいやいやいや政党助成金を億レベルで使ってて何言ってんのみたいな <laughs> あの <laughs> すごいよねはいでいつ衆議院が解散になるかも不透明だったし来年には参院選が控えてますとだからこれ全く理由にならないですけどねはい。 えー、素早く柔軟な選挙対策のために候補者の後援会に資金を送ってくことはどの党もやっていることです、えー、って感じなんですけどねまあ破産がなければまあまあそういうのもあるかもしれないけど、まあ、これもどうなんですかね普通 <laughs> 普通なのかな、まあ、これちょっと聞いてみたいですけどな政党ねまあ普通後援会 の方からお金が出るんじゃないんですか講演会の方で寄付集めて、それをもとにじゃないのかな党から送るっていうのがあるんですかはい、まあ。というところで、えっ、ー、と、まあ、いずれの選挙も候補者擁立には至りませんでしたがあ、だからこの時点でもアウトなんですけどね、えー、と国政政党として来たる衆院選、参院選にはしっかりと戦いたいと考えています、みたいなね。 いうことを言ってですねまあこれ載せるのはいいんですけどなんか昨今ですねほら文春さんとかも松本さんの件でめちゃくちゃ叩かれてるんですけどいやお前なんか相手の言い分ばっかり載してんじゃなくって「まあちゃんにはもっと話聞いてやろうよ」みたいなことでめっちゃ言われてるんですよね。でも文春さんはちゃんと本人にも直撃してるし吉本の方にもまあメール送ったりとかですね でだけど対応できないって言われましたみたいなところまでちゃんとやってるんですよ。それでもめちゃくちゃバッシングされてるんですよ。これどっかに立花さんの話出てきましたかあるいは代表権争ってる斉藤さんの、うん、から話を聞いたって話はまあ出てきてないってわけで。だからおそらくこれ大津さんの言い分だけをひたすら載せる <laughs> もので、あのー、なんなんでしょうね。プロっ、ここにプロモーション費用入ってんの <laughs> 分 <laughs> かんないですけど、えっと、以前そういう青白王子の時にとある媒体がですね、まあ、青白王子の悪口を結構わーって書いててでそしたらそこを調べてみるとなんかその広告報道みたいなやつがあって要するに言い分を載せてくれるよみたいなのがあるらしくってそう、まあ、そういうでもそういうやつって結構それが分かるような作りになってるんでねただこれはただ単今回の件は単純に王子さんの言い分をひたすら載せてったって感じで。 あの以前だからこの何個3回目かなこれまあ前回前々回はなんか本当にまあ今回と同じで言い分だけのしていたんですけどまあさすがに状況が今ひっくり返ってきてるのでまああの自信を持っていろいろ否定できることが増えたのでまだマシなんですけどこれがなんか争いがね互角ぐらいの時にこういうのをやっちゃうとですねまあかなりの印象操作になっちゃうわけですよねはい。 まあ、っていう感じで、はい、だからまあまあ大津さんもだから普通にね記者会見とかしてねだからそれをあのそのまんま,ま,あまあ載せるっていうんだったらありなんでしょうけど、まあ、こういうクローズドに自分にとってプラスなことを発信してくれそうなとこを選んでまあ、出るということについては、まあ、これね、まあ、一タレントだったりですけどね一応なんかこうご本人は国政政党の党首だとか言ったりここではまあ衆院選参院選に出るぞみたいなことまで。 まあ言ってるわけですし、入ってるお金は政党交付金、税金ですよね。で、しかも、こんな何に使ったか本当にようわけわからないような状況の中で、自民党の裏金批判までしてるわけで、まあ、むちゃくちゃなんですけどね。はい。はい。というわけで、そして、なんかインタビューの場所はおしゃれっぽいとこでやっていてですね、えっ、ー、と、すっかり法律と専門用語に強くなっちゃいました、わらっていう <laughs> 感じで <laughs>。まあ、確かに専門用語は、 使ってんのかな、はあ、っててのかかなとこありますかね、うん、でえっ、ー、とそして7月に投開票された東京都知事選で立花氏は掲示板ジャックを刊行とその際大津氏の写真とともに、えー、破産者大津やかお金を返してくださいとの文言が書かれたポスターが党、えー、内3箇所,箇所に掲示されたとこれさえっ、ー、とこれも正確じゃないですよね破産者みんなで作る党の代表 ああの党首大津ささんお金を返してくださいですよねまあ、これもちょっと印象操作に乗っかってる感じがしますね。これは正確ではないですよね。で、明らかな名誉毀損誹謗中傷でとして断固として対処すると怒り浸透だっていうことで、これはなんか警察に行ったけど、なんかたなんだっけ相手してもらえなかったんでしたっけとか、 あるいはあらゆることで訴えていて、うん、これで立花さん、訴えるんですかね。まあまあ、かなり無理があるとは思いますけどね。はい。はい、で、えっ、ー、と、立花氏はとにかく私を悪者にしたくて必死なんですと。 いうことで、まあこれはなんか悪者にしたくてっていうか状況を理解してほしいが実態じゃないですか。だからまあこれ最初からそうなんですけどね、3月20、昨年の3月29日のまあ会議の中で代表として、まあ モッツァと黒川さんはっきり言って言うと暴走したわけですよね。で暴走したことによって、まあ、党の評価が簡単に言うと下がったと。立、ま、花、あ、さんが代表の間はもう応援してたけどこれ無理っすってなって金返せとなりましたと。だからこののまま行くと、あの 党が大変な状態になるから戻してねって言ったのにそこから乗っ取っちゃってですね、まあ、その債権者とも向き合うことなく場合によっていないんだって言い始めてみたりあるいは寄付だって言い始めてみたりそれからまあついにはですねそのようなことを言ってるのに年昨年の年末には利息払いませんっていうのを通知してみたり。 どういうことやねみたいなとこをどう切り取ってもわからんぞみたいなことを繰り返してるわけでこれ傍から見たら悪く見えて当然だしそれからまあ給料もらえなかった職員であるとかそれからまあ関係企業そして応援、えー、してる支持者投票した方々からするととんでもなく悪い人に見えるでしょこれ。<laughs> そうでそこの民意を得てるのが立花さんだからそこについて言うのは当然なんですよね。 はい、っていう感じなんでで,でもなんか女性がそういった場で泣いてみたり被害者ぶるとなぜか擁護する人がいたりまあそもそも立花さんにアンチが多かったりっていうのがあってまあまあなんかこう立花と戦う姫みたいな状況に今 <laughs> なってるという感じですよね、はい。ただやっぱり本当に人は見た目で見た目で判断するっていうところがあってなんか構図としてねまあいわゆるね立花さんみたいなこう迫力がある人が。 まあ女性をいじめてるみたいなね、まあ、そういう構図にしたい人が多くってっていうかむしろその構図に持ち込もうと必死なのが大津さんのような気がするんですけどただそれがやっぱりもう1年以上経つとその化けの皮が剥がれてきたのが今って感じなんですがまだこんな機弁を繰り返してるっていうことについてはある種一貫してるのはすごいなと思いますねあの普通は自分で考えててあこれ筋取んないなと思って引くじゃないですかそれが一切ないんですよね 筋が通んないとこは迂回すす。るんです迂回して何か作るみたいなその洪水の時の川の流れみたいな感じで、ね、こうなんかもう結局どっか道作って流れていくみたいな感じですねはいでえっ、ー、とお金を借りて全てい使い込んだ上に返する目どもなく実践者葬儀を繰り返して ててししまままったことととががかかると彼のの支持者再建者の目が覚めてしまいますからと、まあ、正直あれだけ公開して説明してねでその公開した内容をもとに話をかなりねじ曲げてるのが大津さんなので言ってることはだからわけわかんないよねって言われてるわけですけどね、まあ、これをなんか全部隠して馬もやってんだったら別ですけど全部明らかにしてることですからねはい。ということであとはでも えー、党が借りていた不要な不動産の解約が進んで、保証金が返ってくる予定ですしって言ってるんですけど、まあ、これも本当にひどい言いぶりでですね、まあ、そのような判断もできなくはないですけど、党の職員が住んでるたとこでしょ、それを解約することをまあ喜んでるわけで、まあ、本当にむちゃくちゃな人ですよね、だからどう、どうなるんですかね、給料払わなかったこととか含めてね。<laughs> 普通の会社の社長でこんなことしたらど,どうなるんですかね <laughs>、はい、という感じで、えー、とそして立花氏が私的に流用していた、えー、政治家女子の供託金を返還させる見込みでとかもう全てにもういなんかこう悪意を感じるっていう感じですよね。はいまあ、いずれにしてもですねこの供託金も返還するにあたってはですね、まあ、それなりの活動しないと返ってこないわけですよね。 ままあ、まあ結構な割合で帰ってくるらしいんですけど、京拓金ね。でも、そのためにはやっぱり応援したりするわけじゃないですか。で、立村さん側の方々みんな一生懸命応援してたけど、大津さんはしてないわけですよね。むしろ翼の塔が邪魔しに行ったりとかしていたわけで、で、その京拓金が帰ってきたからっつって、私が当主なんだから、みたいな感じで、まあ、それも私のもんだって言ってるわけでしょ。あの、うん、でも、なんて言うんだろうな、あの <laughs>、 <laughs> でもそれまあ訳分、まあ、かんない、まあ、そのお金をあのせ、ね、個人の団体に振り込むのはいいって感じでああだからそれはあれか私が党で党で私だから成立しちゃうってことちょっとよくわからないんですよねはい。 で、少しずつ結果は出てる、うん。確かに名誉毀損で負けたりしてね、出てますね。えっ、ー、と、そして、党から立花市に流れた3.5億についても、試食の手が伸びてくるでしょうと。まあ、これ、ずーっと言ってるんですけどね、いつ伸びるんですかね。破産完済にもこれに関して、なんか言ってました、債権者集会で。まあ、出ても来なかったらしいですけど、言われてるのは金返せ、出てこいですよ。あの <laughs>、えー、そして、こうした一連の苦労を糧にしたいですね、みたいなこと言ってますね。はい。 で、ネットの誹謗中傷やスラップ訴訟に守ってる方あ困ってる方を救済するなど、自分の経験を政策作りに生かしていきたいと考えています、みたいな感じでね。いやー、すごいよね。どっちかっていうと、大津さんの支持者の方がむちゃくちゃやってるように私には見えるんですけどね。橘さんの支持者側の方の方々って、そういうなんか、ちょっと一線越えた人を見つけると注意してるんですよね。はい。はい。だから、その辺全然違くって、だから、 誹謗中傷やめようってったらね、自分の支持者がやってるわけですから、やってるのを見つけたとしたら普通注意するでしょ<笑><笑>まあまあまあ、この辺も何回も突っ込んだからいいですけど、まあブーメランだらけの理屈ということで、まあちょっとあまり内容としては今まで言ってきたことの繰り返しみたいな話なんですけど、やっぱりあのこういったものがしっかり記事化されて残ったっていうことは大きくて、まあ、特にあの、あれですよね、お金の使い道についてはちゃんと、あの、あのー なんですかね、役員会の議決を取ったって言ってますよね。だからこれがいつなのかっていうのをちょっと明示してほしいですね。っていうか、それを破産完全にからまあ多分聞かれてるんだと思うし、言ってんのかな。で、で、そこの参加者は誰なのかっていうことですよね。だからそれは大津さんのあのお金の使い道について賛同した方々がいらっしゃるわけでしょ、状況を知りながらね。まあ、っていうことになるので、まあ、そこに、 まあそれをえっとです、ね、ご本人がちょろっと言っちゃっただけではなくてですねあのこういった、まあえー、の取材に答えてしっかり記事化されて多分まあ性格的には中身をチェックしている可能性も高いので、まあ、そう考えると間違いないんじゃなかろうかっていうところですよね。はい えー、とにかく数奇な人生に完全と立ち向かうおうし、いやだから代表権返せば終わる言うてね、もう本当にもう、本当に、平、えー、加減にせ <laughs> 最強の支援者たる恋人を経て、まあそ,まあ、それも好きにしてもうプライデベートだから、でその推進力はさらに加速するに違いないって、そのそ先にそ、その先にいるのはあそこちゃうかって思うけど、言いません。はい まあ、というわけでね、まあ、ちょっと、あの、あまりにも中身が多かった、かつ、まあ、きょまあ、公共性ね、公益性は、まあ、結構でかいですよね。本当に、あの、全然出てこないんでね。で、ちょっと、まあ、これもそうなんですけどね、はっきり言ってずっと、なんか、こう、突っ込まれたらね、もうちょっと、なんか、困るような内容だらけを、でも、一方的に言える場だと、こういう感じで、わーという感じでね。 まあこれずっと垂れ流してるのが本当に国政政党の党首としていいんですかみたいなことについては、まあ、いずれブーメランという形でまあまあまあ戻ってくるんじゃないのかなって思いますけどねまあでもさすがにそろそろこれを終わりにせんとねあの <laughs> <laughs> まあでもあれですかね雑誌社としてはこのような形で関係性をつないどくと話題としてめちゃくちゃでかくなった後もちょっと言い分を私の方で載させていただくんでみたいな形で話を聞けるわけでしょそういった意味においてはまあ意味があるのかなと思っております以上ですご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もよろしくね